エンジー先生、ね、今回は後楽園の答え合わせですかね。うん。やってと思いますね。まず第1試合、清水弁慶ーーュ春対シーマガムオンム問題で下組と。で、予想がですね、8分43秒で弁慶が勉強でーデに勝つと。予想したんですが、10分2秒でシーマがメキシカンスト,、うん、ストレッチへ春に勝つと。まあ、これはちょっと予想が外れてしまいましたね。で、ここでベルセレクが登場して、えっ、ー、と、シーマがメインイベント決定と。 に形になりましたね。そして第2試合、堀口マリア対行くんですよ、吉岡と。9分26秒でマリアが狙い撃ちで吉岡に勝つと。で、6分32秒でマリアが狙い撃ちで吉岡に勝つと。まこれはまあ、まあ、時間はね、あれですけど、完璧だったんじゃないかなと思いますね。はい、そして第3試合、KGUT 対神田吉田と。予想はね、10分34秒で KG がスカイデスクールボーイで神田に勝つと予想したんですけど、7分6秒でスカイデスクールボーイで吉田に勝つと。これもまあ、 吉田と神田が違うぐらいですかね。いやなんとなく当たってましたっていう形ですね。そして、えー、土井第4試合ですね。第4試合。同意吉の進む対山とはるく影虎。ですね。はい。で、15分43秒で影虎が駆け抜いで進むに勝つと。で、11分50秒で影虎が進むに勝つと。これなんでそういえば、時間短いっていうかね、その、もうちょっと長くしてもいいんじゃないかなと思ってたんですけど、試合時間が。そういえばそうやなと。同意ーツがあると。いうことで、短いですね。今回は全体的に。 駆け抜いで、つててこれはままあのんしゃっていうかね、まあ、でしたでた第5試合、斎藤亮対高木慎吾と、16分ぴったして斎藤亮が高木に丸め込みで勝つかなと思ったら、16分10秒で斎藤亮がドラゴンスープ X 高木に勝つと、パンチが誤爆しちゃうんでしたかね、確か。はい。ちょっと僕、あのー、時間のあれつ、あれね、都合上、ちょっと見れなかったんでね、あのー、ガウラ放送で見ようかなと思ってるんですけど、 はい。という形になりましたね。ドラゴンスープレックスで裁量が取ると。うん。これはもうね、わざわざあれでした。わざこそはね、あれでしたけど、10秒差ですから。これにとっては。うん、見事なんじゃないかなと思いますね。そして、もちづき、うじ、シーですね。未定となってますけどね。C は対、T 4ーフォーエタ、リンダで、えっ、ー、と、これでベテラン勢が負けると、ツインゲートを、変換すると。返上すると。で、えー その上でシーマがリンダの靴を舐めるという形の試合になりましたね。予想では22分32秒で持ち月が三角切りでリンダに勝つかなと思ったら15分52秒、エイタがケルベルスで、まあ、ティーフォークのケルベルスですけど、エイタがまあ、フォールで、藤井やったはずないけど、ちょっと待って、ね。 そうです、ね、ティーフォークのキュレイブレースでってましたはい藤井にフォールして瑛太がっていう形になりましたねで試合後に、えーっとね、返上が確定してでシーマがリンダの靴を舐めようとした時に進むが、まあ、リンダや、ね、ティーフォークを蹴散らしてで、えー、っとツインゲートに王座決定戦ですねに まあ、リン、あの、エーター、ティーフォーク対、対シーマ、進む組。福岡、福岡でね、国際センターで決定しましたんで。はい。で、なりましたね。そして、そして、えー、っと、まあ、ドイダーツですね。ドイダーツ。予想というか、もう、これはもうほとんど勘ですけど、高木山とマリア、琴香、神田、第、吉岡、進む、はるく、え、採用、えいたと。このメンバーで、まあ、神田がまた入ってましたね。本当にね、神田率高いな。今回は。 で、えー、今回は、というか、ドイダーツはね、で、そして土井自身も入ってますし、あと、ブルセルクがね、神田、リンダ、ティーフォーク、エータと、4人も入ってるんですよね。ちょっとこれはすごいですけれども。で、あと、他は、他で言うと、そうやな、若い奴らが多いっていう印象かな。うん、リンダ、ヒョウやティーとかね、清水、コとかとか、エータなのかな。うん。 あの結構、あのね、うん、新世代が多いかなっていうイメージですね。今回のトイーダーツの結果はね。で、あと他にね、何を言うか、そうやな、採用がなんか動くみたいなこと言ってたんで、おそらくまあ、ほぼほぼドリーム確定かな、採用。まだ決まってませんけどね。挑戦もしないんですけど、ちょっとドリーム確定なんじゃないかなと思いますね。最近、望月がちょっと、中心に。っていう感じかな。あとそうそうぞ、あとね、第4試合の、 カゲトラが、えー、メタルウォーリアンをまた襲撃してきまして、正体分かりましたね。神田でしたね。はい。まあ予想は当たったかなっていうと思いましたけど、なんやろな。普通感がちょっとあるというか、申し訳これ言ったらありないですけど、なんか普通というかね、うん、もうちょっと驚きのメンズでもよかったんじゃないかなってあり,ありました。なので、神田と,、えー、とカゲトラも、えー、と、福岡国際センター決定ですかね。ブレイブゲートで。 なんで、えっ、ー、と、ブレイブゲートとツインゲートは福岡。決定ですね。あとドリームとタイアンクルかな、うん。っていう形になりましたね。で、あと何かあったかなというところではな。まあ、そんなもんかな。あと KG が調子いいなっていうところですかね。今日の横浜を買ってたんじゃないですか。たぶん。確か。ね。なんで調子いいなっていうのとね。 あと、吉岡義尾だったのにもう普通にね、名前変わってましたんで。何事もなかったかのように変わっていますね。ぐらいかなうん、あとは。まあ残念ですよね、ツインゲートに関しては。一年、間ぐらい、約一年間。まあ、防衛してきてね。ここで、ね、負けるとかじゃなくて、 返上っていう形になってしまったのが、まあ、非常に残念ですけど。まあでもそれはそれでね、シーマ対進むたい、ね、じゃあシーマ進むたい t f エイトという形になったんで、またこれも面白いですよね。シーマとズムががっつりタッグを組んでた頃にティーフォークと8は戦ってないんじゃないかなと思うので、まあ、新鮮っちゃ新鮮ですよね。この戦いも見物なんですけど、ズムがね、いよいよオーバージェネーション入りなんかななんて思うんですけど。 望月も,もね、ドリーム系トチャンピオンなんで、そろそろユニットを作ってほしいというか、組んでほしいですけどね。うん。っていうのがありますね。今回のコ楽園は、まあ、主にドイダー,ーツと、あと、ツインゲートとかね、いろいろ。とか、採用がね、買ったとかね。良かったですね。うん。ということでですね。ということで、今回は、まあ、この辺で終わりたいと思います。